えっとベビーバスト経済あこれいきますか？少子化、はい、<laughs> まあこれね<題>あの皆さん <laughs> <化>安心してください、はい、日本だけじゃないです少子化ははいはいはい、はい、あのエコノミストでですね全然だよはいあのエコノミスト先週のですねはい、はい、あちょっと今ここには記事ちょっと持って来なかったはい、はい、あの少子の 中でですね、えー、少子化で世界はどう変わるのかというすごい記事が出ておりました、はい、これ日本語でも、うんえー、どこかのサイトでちょっと翻訳されてるので、はい、ご興味ある方はですね、えー、<laughs> エコノミスト少子化みたいな感じで検索していただくと出てくると思います、はいえー、こういう記事はこういうものでした、えー、産業革命から250年世界の人口は、えー、富と同様に爆発人口がね爆発的に増加したと、うん、しかし、えー、今世紀末つまり えー、2000年代のさい終わりの方ですね、はい、にはペスト以来今世紀末っていうあれか、はいあのー、21世紀入って、まあ、すぐなんですけど、えー、ペスト以来初めて地球上の人口が減少する可能性が、はい、ここあと80年ぐらい出てきてるとなるほどいうことで,すで<し>その原因は死亡者数の増加ではなく、うん、出生者の要するに赤ん坊の減少にあるということです。はい で世界の多くの地域で今、女性1人当たりの平均出生率出生数である出生率が低下しているということです、うん、で2000年ですね、これ、はい、2000年の今から二十何年前出生女、世界の出生率は、女性1人当たり2.7人だったそうなんですけど、うんはい、現在は2.3人まで。 下が,ってる下がってるということらしいです、はい、で GDP で上位の15か国、これは日本も含めるんですけど、すべて出生率が、えー、代替率、つまりあの入れ替わりの、はい、もので、えー、と下回ってる人口がこれから減るということが予測されている、はい、うんはい ということにありますといやいやいや、大変ですね。<う>しかもこれ、うんイン、中国やインドもこれから出生率やっり下がっていくのでまあ、これは結果的に下がるんじゃないかという話をしています。日本だけじゃなかったよっていうことなんですけど、はい、いや、どうですか、ま もう戦争するしかないんじゃないですか、ね。っットワーク。っていうのは、先々週のね、話ではあるんで、すけど日本の話をちょっとね、いろんな話をね、出してですね、いきたいと思うんですけど、なんかもう暗い話だな、これ。でもね、ちょっとこれはね、一応、案としてね、案として、まあ一応これ、2022年の男女共同参画白書では、20代の男性の7割が、あこれ出てましたね。女性の5割が、配偶者、恋人いないと。え 20代の男性の70%がと、女性の50%が、配偶者、恋人はいないって、はい、ちょっとすみません、ここで分かんないんですけど、はいはい、なんで男性の方が7割で、女性が5割なんでしょうか、うん、20代の、まあ。それはですね、ええ、女性上に行ってるっていうのがあるんじゃないですか。あ30代とか40代に、そうそう、上の人と、恋人がいるとかとあ、そういうことか。 じゃあ、20代の男性、かわいそうじゃないですか、日本のいや、これでも20代で下に行くと、これ、犯罪ぎりぎりになっちゃうんで、そうか、それはちょっとありますねそう、ワンバンドフォーク打ちに行くみたいな感じで、事故るよっていう感じなんで、次の、これですよね、これまでデートした人数、これまでデートしたですよ。 えー、を聞いたしこれもうきついなこれ20代独身男性はい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 、うん、40%がゼロ人だそうです、うん、20代でこれまでデートした人がゼロっていうことは、はい、付き合った人ゼロってことですね、うん、40%がはい、はい、これは痛いですねそうですねはあこれ日本大丈夫ですかいやまあ結局ねはいはいまあいろ。 ダメな面であるんですけど、まあここでちょっと話していきましょうか。まずその、えー、先ほどね出生数の、えー、合計特殊出生率っての出してたんですけど、はい、日本の場合、そうですね。これは、はい、あの実際、うん、72年の段階で、もう2.2まで下がってたんですよ。あ、これ僕が生まれた年じゃないですか。はいね、今から50年前ですよ。さっきの記事だと、うんはい、えっと現在2.3でありって、これ世界の 比率はなんですよもう世界は2.3なんですけど、日本,日本は先取りして、もう72年それを下回る、まあ、それはでもそうだったかなっていうで、現在が1.9、でここはね、ちょっと面白いんですけど、はい、そこまで下がってるわけじゃないんですよ、要は、えー、<あ>特殊出生率自体は。ここじゃつまり女性の生む数はそんなにいない、だから結婚さえしちゃえばっていと結,結婚の数が少ないんですよ。 おーあ、本当だ110万件からこれ半分以下になってるんで、結婚しなきゃいけないんですよ、一つは。じゃあ、結婚する前には、付き合わなきゃだめじゃないですか、うん、そうなんですよ、いやで、付き合ってる人いないでしょ、ででまあ、それも一応、後で答えを用意してるんですけど、前提として、その次のスライドですね、うんはい、人口減になると、うん、まあ当然、経済成長できません。 国家が滅びますロボットでいいじゃんって人も必ずいるんです,いますでもロボット増やしても戦争を負けたり人口減で国家滅びるんですよ、滅びるだから結論1は、消費者開催で子供を増やすか、はいはい、結論2として外国人移民を段階的に,手に入れるか、これしかもうないんですよ、うん、来た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 来で、まあ、ちょっと1の方に向かって。はいはい A 今回は話をしないと、一位、一位。はい、つまり、えー、少子化対策の話でございますね。そうですね。はいはい、で、さまざまな選択肢。はい,は,いはい、はい、はい。で、今まさに、あの、岸田さんが、なんだ、異次元の、少子化対策っていうのは、今やってますけど。あこれ、あの、和田さん的には、これ。 選択肢はこれ、だけああるんじゃないかとまそうですねこれよく言われるような話ですよ、まあ一番としてね25歳以下から34歳までの結婚、出産すれば若い順に25以下だったら1000万、24で子供産んだら1000万、25でも1000万。 三十四で産んじゃった百万円にせえるっていうあまそういうふうな要は早く産めようとお金出るよっていうことでこれ早く産まないと三人産めないんですよ。まあ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 うちの産める人が産める人が三人産む方がいいわけですまあねそう確かに二十そうか二十。産まない人もいるわけですからそうですね。じゃあ産める人がどんどん産めばいいじゃあそう考えると二十代で産む方が 二十代で、あそうですね。生まないと三人が難しい。そこに金をじゃあ投入する。そ若い頃の方が有利ですよということをやっぱりやる。一つはね。これ一つ目です。ああ、もうわかります。わかりませで、次です。マッチングアプリでの出会いを推奨。いや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 。いや、これこれなんかね、抵抗感すごいあるんですよ。いや、これもちょうど。これも記事になってたんです。わかりました。はい。で、あと、 そもそも、結婚しなくても出産したら、婚外しても報酬金出せばいい。これはなんか、アメリカの黒人がすでにこういう感じになってるような気がするんだけど、<laughs> まあ,まあは、もうですね。もう、これは全然、あのー、結婚しなくてもいいんだよと。も,もう、それでいいよと。はい そこれも先ほど出てきた結ですけれども、結婚2のほうじゃあ、マッチングアプリの話をこれ、衝撃的なんですよ。これ、最近出てきた明治安田生命のものを持ってきたものなんですけど、これもちょっとびっくりしましたね、結婚した年、マッチングアプリっていうのはそもそも存在してなかった2009年までは、もちろん当然なんですけど、割合ゼロじゃマッチングアプリを利用して結婚したっていうのはないと。結婚した年年でから 2%、6%、うんはい、18%と、うん、ここやっぱり数年、2、3年で、うんえー、マッチアプリンで結婚した人が18%になってるっていうそうですねいやすごいですよね、しかもそこが2020年から17、16,、うん、17 16で22と、はい、もういきなりここでジャンプしてるんですよね。22とねだからこれは、はい どんどん増えるだろうということで結局マッチングアプリ行くしかないんじゃないのとい、まあ、マッチングこの番組見てない、うん、み見てる人の中で独身の人はねあのー、ほらなんかえー、桜がいるとかって話は過去のことで <laughs> 今。<laughs> はいはい あのう、免許証とかあげるらしいんですよね,ですね。保証がね、はい、だいぶ身分証明し、ね、割れてるっていう話もありますから。うん、はい。マッチングアプリによる出会いですね。うん、まあ、あの十八パーセントとかにはなってるんですけど、今。五、はいえー、人に一人がですね。もうそれ出会ってるということなんですけど。はい、僕自身はですね。いや、これって。うん 本当なのかなっていうのはね、はいあの、いや、いいのかな、悪いのかなっていう、それでもほら、結婚がそもそも進まない理由の根本的な原因は何かっていうのをちょっといろいろ考えてみたらですね、はい、結構、あのー、一つ、まあ、ちょっと動物的な説明をされてる方がちょっといらっしゃいましてこれはスマホを使って、マッチングアプリで行くって結婚するって話ですけど、じゃ子供を作るっていうことになると、うん、逆にスマホを使わない方がいいんじゃないかっていう話ですね。 根本的な話に来ましたね。は,は,いはいはいはい。えー、ある方がですね、作家の方がですね、面白いことを言ってたんです。6月6日のツイートなんですけど、こういうことを言っておりました。えー、まあじゃあ実際本文を読みますね。はい、えー、こう、湯坂さんという方らしいんですけど、一時期、野暮用でネズミを繁殖させていた時期があったと。はい、えー、あれ、興味深いのねと。 え効率的にたくさん子供を作らせなきゃいけなかったらしいんで、はい、作らせるためには、ネズミにとって面白いものをなるべく排除すると、はい、で、狭い部屋で運動もさせないそうなんです、うん、フラストレーションたまるじゃないですか、はいで、そこにハーレム状態にするらしいんですよ、ス1匹でメス複数という、これ逆ハーレムじゃなくて、これがもともとハーレムですかい、ハーレム、メス複数、はいはい、だからあその、そういう部屋に入れると、狭くて運動不足なんですよ。うんはい そうすると、交尾しかしない。はい。マジでずっと交尾してるっていうんですよね。はい、で、のスライドね。で、そんな、はい、まあ、あの、人生を不便に思った私は、ネズミたちのために娯楽を提供したの。はい。広いスペースに回し車、グルぐ,ぐる回るやつですね。で、日替わりの餌を与えて、一日一回の散歩までやってみた。すると、面白いぐらいに繁殖率が落ちて、子供を前みたいには作らなくなったって言ってるんですよ。はい、なるほどね。これ、つまり何かっていうと、 娯楽を与えてしまうと、うん、子作りしないらしいんですよねはいはいはい、うん、これねスマホがあるからですよ <laughs> ス,マスマホだけじゃなくてなんか娯楽がありすぎるんじゃないかね今ね今だからスマホがほとんどそれを持ってるわけじゃないですかスマホに持ってかれたとそうですねまあまあ、ねあのー、ネットフリックスにしろ何にしろスマホで全然 <laughs> <laughs>

安価に手に入るというとこじゃないですかああなるほどねなるほど自分の気持ちも変に持ってかれないしみたいなあなんですかねこれいやちょっと一つのねルトワックは戦いが必要だと戦うと命の危険を感じて子供を産むに走るっていうのはあるんですけどそうか娯楽かまあそうですね お届けした話なんで、今回はまた違う話るないですこういう考え方もありますよいっていうことで、ね、まあちょっとね、<ー>国民的にいろんな議論をしなきゃいけないと思うんですけど、ね、実際、はいあの、要は軍事的なものの話も大事ですけど、こっちはこっちで。うん 国家の危機なんですよ別の国家の危機なんですよ、なな本当それ、どうするんだろうってことですねわかりました、こういう、ちょっとね、これ、ネズミの話だから、人間にそのまま当てはまるかどうかってあるんですけど、一つ、やっぱりスマホが邪魔してるっていう部分は、もしかしたらあるのかもしれない、そうすると、これ、世界的にスマホは普及してますんで、出生率というか、出生率落ちる。 という現象が見れるのは、やっぱりあるのかなっていうのはちょっとね、はい、感じるところではありますよね。はい